皆様どうもおはようございます。久保塚さぬきと申します。よろしくお願いします。本日はくのいちちゃん、最近あれだね、新衣装使ってなかったね。新衣装つおおかわいい、これ使っときゃよかったな。ちょここでしっかり見ていくか。モデル変更、はいはい、かっこいいっすね。あ、かわいいっすね。じゃあ、エロいっす。あ、これやってよかった、エロかったね。くのいち、あ、なにかわいい、あら、なんかエッチ。これでいこう。よし、で、場所は大阪夏の陣。めちゃむずい。もうちょろいの来てくれ。事前続きで通ってるんですよね、さっき1時間ぐらい。あ、なにかわいい。服部半蔵を退けてから数年後、あは、いや、で、条件はですね、味方武将がまず全員成功と、かつ兵糧庫制圧ミッションまで全部成功させると。非常にまずいと、まあ、つまり、これに対し、まあ、味方が豊臣家の要請を受け死ぬんだね。徳川軍が決することとならしいんで、陣内功マストで、で、かつやはり、なんだっけ、右見玉だっけ。大阪夏の陣、右見玉も必要。ケツが出てますね、これ。エロエロっすね。ケツがいいのよ、やっぱり。で、馬をね、切っていこうかなと。あ、武器はこれです。結構いいでしょ。武装使い。武装があんまいらないけど。関節防御力も入って。右見たまで、これを切って、陣太鼓にしようかなって。馬は誰かからパクる。護衛はもういらん。まあ、行きましょう。行くしかない。単純にこれクリアが難しいからな。ステージ、なんだ、同じような奴らがいっぱいいるぞ。やだやだ。何この真面目な戦い。かわいい、タヌキ。話の筋からして絶対負け戦だったのにさ。まだ。え？私が家康の首を。これも何回か見たな、このムービーも。バカみたい。一人でもやるさ。いやー、男だね。私も楽しいから付き合おうかな。ヒルルン。なるほど。負け戦と。そういう子ってことですか。この戦、もはや万に一つも勝つ見込みはあるまい。まずは。誰が死ぬんだっけ、これ。何に恥じぬ死に場所を求めるのみ。馬が欲しいな。兵力は我が方が圧倒的だ。焦ることはない。どうだ。時を稼がれては兵の少ない我らが不利。敵を真田丸に誘い込む。こいつらを誘導して。始めるぞ。危ねえ。誘導し、え、これハイパー化してんじゃん。負け犬がちょろちょろと。よし、もう一軍団も誘い出せ。で、こいつは倒していくと。鉄砲隊が強え。じゃあこれね、早すぎてね、チャージが出せないよね。これ強えぞ、こいつ。これ丸押しっぱがいいらしいけど、当て続けるのがむずい。超むずいっす。当てられません、私。なんかこれ出ないんだよね。普通に三角になっちゃう。これね、こうやって出ないのよ。ちょっと強くね、これ体力少ないね、この子。これまずいな、これ普通に四角連打の方がいいかもしれない。拾えません。四角連打は連打で拾えません。これで最後飛ばしていくか。うわ、普通にうぜ。え、さっき撃ったじゃん、お前。なんで2回連続で出んの。なんかみんな無双使って、無双が流行ってんのか今。デブがよ、デブが邪魔なんだよ、このデブ。
ちょ、またミスった。これが毎回暴発する。三角繋がらなくてチャージ1になるっていうやつ。さあ、もう一人も倒して。サッカー先って誰だ。こいつも倒したいな。本丸に砲撃を浴びせろ。戦が嫌になる。まずい。なんとか砲撃だ。は？誘い込んだじゃん。え、どういうこと？誘い込みじゃなかったの？もうマジ、いきなり、幸先悪いって。二人誘い込めてなかった俺。普通にショックなんだけど。もう誘い込んでるもんと思い込んでたんだけど。なんなんだ一体。てか普通に強え。これもまずいっすね。これもまずいっすね、これ。この戦、もはや万に一つも勝つ見込みはない。1個目のミッション、このミッション俺失敗したことなかったの、今まで。体の名に恥じぬ死に場所を求める。初めて失敗した。真田幸村は油断ならぬ。よし。部活に近寄るな。兵力は我が方が圧倒的だ。いっと。焦ることはない。時を稼がれては兵の少ない我らが不利。敵を真田丸に誘い込む。雪村の戦。痛すぎるやろ。始めるぞ。一人誘い込んだぞ。おのれ、負け犬がちょろちょろと。よし、もう一軍団を誘い出せ。OK。これでもまだダメなの？これまだ？ちょ。真田丸。OK。さっきこれ出てなかったっけ？俺も食らうんだよね、この真田丸。やめてほしいんだよね。ほら、これ、むちゃくちゃでしょ？もう、勝てないよ、こんなことあったら。どこ行った？おれ！本丸に砲撃を浴びせろ。戦が嫌になるまでな。止まる。連打すげえ連打してるんだこれ。無双が止まる。ほら止まるんだよ。最後に繋がんないんだよ。めちゃめちゃ連打しないと。まずい。倒したろ。よし。もうなんとか砲を潰さないといけない。待て待て待て、ちょっとその、接近とか煽るな。このわけわかんねえ乗り物が襲ってくんだよ、これ。ドドドドドっと。強っ！ちょ、またミスった。ちょ、待て。オーケー。もう一個どこだ？うわ！はあ？オーケー。なんで式下がったんだ。よし、急げ。もうそこまで来てるんだ。おお、待て、そばに、ちょ、なんだ？こいつ。はぁ！早すぎ！早すぎる！これ、また無理くせぇな。これなんか、もういける気がしない。今、心折れた。え？普通に間に合わないの？あれ。陣太鼓使ってこれ。
ひどくね。服部半蔵を退けてから数年後。ひどくないですか。これやべえな。先に坂崎倒した方がいいのかな。でも多分それだと、どうしたいのこれ。もうどうすりゃいいかわかんない。もはや万に一つも勝つ見込みはあるまい。なれば、やばすぎんだろ。死に場所を求めるのみ。真田幸村は油断ならぬ男。勝つに近寄るな。兵力は、そう、マジきちいな。砲台も潰さなきゃなんなんだよこれ。時を稼がれては兵の少ない我らが不利。敵を真田丸に誘い込む。砲台も潰さなきゃなんねえのに。幸村の一さん、始めるぞ。はい、一人誘い込んだよ。この俺、負け犬がちょろちょろと。よし、もう一軍団も誘い出せ。こいつら置いといた方がいいのかな。どうなんだ。でもどうせさ、あの砲台潰さなきゃなんねえから、まあ、とりあえず倒そう。フルガードされてますよ。そうだ、背面なのに。まずまず。これどうなんだ。やばい、繋がんねえ。何も繋がんねえ。何にも繋がんない。ちょ、つい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 。来た。もう来るんだよなこれ。むちゃくちゃむちゃくちゃ。もう砲台を潰せなきゃだね。ちゃくちゃガードするやんこいつ。これ3微妙だ。なんだこのデブ。うわっ、なんなんだこれ。押されておるのか。ひるむな。ちょ、待て待て、なんでこいつ殺さないと。死んだ。ちょ、んでこんな勝てえんだよこいつ。どこ行った。なんだこいつ。まずい。もうあんなとこまで行ってる。お主なかなかやるな。待て、こいつ倒して、ちょ、待たべ、こいつ潰してくれ。お前、お前のパワーで。もう一個どこだ。こいつか。はぁ、早すぎ。これ無理だ。絶対無理だこれ。なんか、え、これどうしたらいいの。何が正解なのこれ。だって、いや、いけないじゃん、あそこまで。砲台潰さなきゃなんねえから。え、動画がいても無理じゃない。え、ちゃんと俺陣内をつけてるよね。つけてこれでしょ。え、どうあがいても無理じゃないこれ。むずくねえすか。この戦、もはや、これは無理くせ。これちょっとね、心折れましたね。これは心折られてます。泣きたくなってきた。雪村は油断ならぬ男。勝つに近寄るな。ってことはもう倒さずに、我が方が圧倒的だ。焦ることはない。これ倒さないとマタベとかやられるわけでしょ、こいつらを。時を稼がれては兵の少ない我らが不利。倒さずに行ったらどうなの。雪村の一さん、始めるぞ。まずいなこれ。
倒さずに行くしかないよね。どう考えてこいつらに構ってるうちはもうダメじゃん。こいつらって誰の？ああ、この辺ぶっ殺した方がいいのかな。速攻で。その方がいいかもしれない。もう一軍団も誘い出せ。もうそれしかないわ。それが男の世界なのね。素敵。ま、正直付き合いきれないけどね。私には私の世界があるので。いてえな。真田丸。オッケーで。砲台を速攻で壊して左に行くしかねえ。先に坂崎を倒すか。いってもうこの時点で死が確定するんだよな。こいつ名前忘れたけど、ここだな。いや、もう出てきたの？本丸に砲撃を浴びせろ。ちょっと待って、戦が嫌になるまでだ。どこだ？後ろ？いつ通り過ぎた？あ、いるわ。まあ、先こいつ倒した方がいいだろ。お前ら止めろ。あいつの動きを。マジミスった。なんだこいつ。そんなの言ってもさ、いてえ。何？あ、砲台か。お前弱すぎ。どこ行った？オッケー。でそこで戻る。行かれる前に。お主なかなかやるな。まず行かれる。馬が欲しい。急げ。急げ。オッケー、間に合ったか。もう一人は奥か。こいつから潰そう。どこ行くね。うれ。よし。うわ、何それ。ちょ、なんか丸もん全然効かねえなこれ。丸ダメだな。なんで一人で。よし、耐えろ。これ止まってんの？これ止まってんな。もう撃とう。砲台食らって死ぬかもしれない。まずは武将と一緒。また耐えろ。やばすぎる。オッケー。でもこいつらはちょっとほっとくわ。もうあいつが死ぬ。ておるのか。回復が欲しい。ちょ待って、こいつ倒してな。回復ないの？今こそ秀頼様が陣頭に立たねば。ちょ待て。死んでいった者たちが報われぬ戦になる。なら私が先に行って説得しよっかな。え、そんなことしようじゃないっすよ。雪村様には任せてられないもんね。そんな馬だけ欲しいな。実は真田丸にも抜け道があるの。
そうなの？馬おっそ！真田幸村、秀頼様にお目通り願う。開けるな。真田は敵に通じておりやもしれぬ。開けてしまえば本丸が危うくなるしな。ちょ待って待って。呼んで味方を信じることができぬとは。味方か。勝永殿であれば、あるいは。これマジ。なんか長がいけるって書いてあったな。覚えてねえよこのミッション。雪村より先に行って忍びの道があだこうだって書いてあった。お、またべ、ちょっと頑張れよ。ひるむな。オッケー。え、あぶね。まずい。まあどの道か、馬持ってもしょうがないのか。これ開くの？開いた。真田がその辺蹴散らしてくれたらいいんだけどな。これマジいな。あの松平とかぶっ飛ばしておけばいいんだけど。これきっちいぞ。お、やってやって。やっちゃって。オッケー。で戻って。今すぐ出陣した方がいいですよ。じゃない。これ開かないの？ここ。負けちゃいます。なんだ貴様ら。無礼な。書いてほしいな。はい。ザクは引っ込んでてね。わかった。出陣いたそう。ここで死ぬのも後で死ぬのも開かないのかな。同じだもんね。開かないか。開いたらすぐ行けそうなのに。そっちが開くんだ。急ごう。まずい。また今行く。このままではいかん。待っちょくれ。俺ぶっ飛ばしてるから全員。おわー、またべー。くそ。くそだなこれ。これはむずいぞ。でもとりあえずまたべはある程度持ってくれるから、坂崎を倒さないと。なんか裏田だっけ、あいつが死ぬのは目に見えたな。かーれきっちいな。これ全くできる気がしない。完全に沼ってる。もうなんかやばい、これはちょっときついな。この戦かなりきつい。万に一つも勝つ見込みはあるまい。真田の名に恥ぬ。こんなのみんな出てクリアしてんの。真田幸村は油断ならぬ男。迂闊に近寄るな。兵力は我が方が圧倒的だ。焦ることはない。時を稼がれ。弾があんま役立ってねえな。敵を真田丸に誘い込む。弾捨てて馬にした方がいいかもしれない。単純に。次そうしようか。弾があまり役に立ってない。よし、もう一軍団も誘い。なんだこいつ。それが男の世界なのね。素敵。よし、これいいでしょ。正直付き合いきれないけどね。私には私の世界があるわけで。真田丸、ほうげ指導せよ。これでどこ、坂崎。坂崎ぶっ飛ばそう。
もうこれがね、炎伸びからね、こうやって、これが大きいんだよな。弾がどうしても、スピード重視となると。弾の威力がね。さあ、これで。余計なことしてくるからよ、お前。うるせえ。ただこの5ステージは無双のたまりが良くないから、撃たれたよ、これうぜ。ちょ、うぜえな、こいつ。坂崎倒さなきゃなんねえ。お前もうぜえな。待て待て待て、撃つな撃つな。 OK。 急いで。でもあれだな、雪村が雪村より先に殿様に会うやつは余裕があるから、その間に松平が誰か倒してもいいかもしれない。おい、後藤バグってなかったか今。ゲッタンしてたぞ。お前も疲れちまったのか。これがね、マジ強いんだよ。でもこう上に乗ってるやつ殺したらさ、早いんだろ。これがでも弾捨てがたいな、やっぱり。捨てがたい。まず撃たれる。前回ったらダメなんだって。ミス撃っても微妙だしな。まず撃たれる。よし。で、回復が普通に欲しいんだけど。回復はなさそうです。オーケー、あと1個。あれ、なんか飲んだ。まずい、これ壊さなきゃなんねよな。人いないけど、普通に体力やばいんだけど。あ、終わって、え、これミッションクリアしてる、これ。あ、成功してるわ。でももう体力がないから戻る。なら私が先に行って説得しよっかな。雪村、それしかない。任せてられないもんね。急げ。そして回復、回復この辺にあったよ。抜け道があるのよね。これで全開して、体雪村秀頼様にお目通り願う。開けるな、真田は敵に通じ通りやもしれぬ。で戻って開けてしまえば行くと本丸が危うくなるしな。全員生存がむずすぎるわ。この鬼を呼んで味方を信じることができぬとは。味方か、勝永殿が肩凝ってきたよ。もう力が入る。四角をガンガン押してるから力が入ってよ。まずい、毛利が。これまじいぞ。おお、士気下がってる。毛利もやばい。よし。OK。焼くのを待とう。秀頼様、今すぐ出陣した方がいいですよ。味方が負けちゃう。じゃないと。なんだ貴様だ。無礼な。はいはい。ザクは引っ込んでてね。怖くよね。わかった。出陣だぞ。ここで死ぬのも後で死ぬのも同じだもんね。開け。あれ、こっち開かなかったっけ。
あ、上、そうだね。よーし、これで又兵衛がまだ生きてるからなんとかしないと。松平をだいぶこいつら弱ってんじゃん。いいぞお前らやれ、やっちゃえ日産、うざいぞ。しぶどい奴がいるな、死にかけ。オッケーオッケー、いいよいいよ、ユッケ。もう俺もぶっ壊すと。松平健いけそう。なんだこいつ後ろから。まだ頑張れ、俺が頑張ってる。なに正宗、いつまで生きてんだこいつ。まだ生きてんの。城から出ることなどできる。おうぜこいつ。ほら、よし、オーケー。なかなかやるようだな。はあ、これで戦うしかない。 OK。 わあ、なんで又兵衛死んだんだけど。これはちょ、次で最後にするわ。これちょっと無理くせ、さすがに無理くさくなってきた。無理な匂いがプンプンする。ちょっとね、もう夜も遅いんすよ。あ、コスチューム間違えた。まあいいや、コスチュームが悪かったかもしれない。こっちで行こう。馬にしてみる。馬にすると圧倒的火力不足感が否めないんだけど。無双もたまりにくいよ。まあ馬で行ってみるか一回。この戦もはや万に一つも勝つ見込みはあるまい。これきつい。どうなんだろう、馬の方が早いよな、さすがに早いよな。真田幸村は油断ならぬ男、迂闊に近寄るな。兵力は我が方が圧倒的だ。焦ることはない。時を稼がれては兵の少ない我らが不利。敵を真田丸に誘い込む。幸村の戦、ちょ又兵衛もうちょっと耐えてくれると思ったんだけどな。来いやお前、ちんたらしてんと。負け犬がちょろちょろと。オーケー、よし、こっち。もう一軍団も誘い出せ。それが男の世界なのね。来い。ま、正直付き合いきれないけどね。私には私の世界があるわけで。よし、真田丸。ねえ、坂崎をぶっ飛ばす。坂崎のキルタイムが炎がない分弱っちゃう。うわ、ここに置いとこう。どうなんだろう、たまんねえな。飛ばしちゃった。でもなんか結構食らってんな。うぜ、まあ、ここちょここだけ倒させて。ちょ、うざい、それやめろ。ガード硬いっすね君。
ちょ、うざいっす。うわー、これうざいわ。はめられた。オーケー、いいよ。これ倒しといたらいいな、これ。お主なかなかやるな。これ一匹倒しとこう。今のって急いでいって強っ。なんでこんな強いんだよ。何食らって、あ、もう一人いたのか。おい逃げんなよゴミ。おい、なんだこれ。ちょ、まずいまずい、むちゃくちゃ。ちょっと回復しないと。なんでこんなことになったの一気に。まずい、やっぱダメだな、近づかれるな。今行く、今行く。ちょ、まだ止めろ。いや、あそこで一匹相手しちゃダメだな、これ。もう処理もすごいし。はい、ちょっときついね、これ。ちょっときついね。全く光明が見えないね。これ飛ばすかもしれない。ちょっと今日はもう寝ます。さよなら。